はい、どうもサンドでございます。ドッカンフェスが、ダブルドッカンフェス、5時からかなと思ったらもう来てますね。今回は、目玉が、蝶の方が、ブルーベジット、悟空の方がロゼ、とりあえずベジット狙いで、やります。合体お父さん系は大体引きがいいので、今回もいやー引いときたいな。アルティメットご飯もね、根血強いんでちょっと欲しいかな。この辺は持ってるけど、ゴテンクサも虹になってますね。虹になって1枚余ってますね。あとはそんなに、このトランクスが新規と。うん、これも1枚しか被ってないから、まあこれも強くなるからね。まあ悟空も強いし、まあ、ピックアップは大体当たりじゃないかな。ちなみに、悟空属性はロゼ。大体持ってないんですよね。この17号だけ持ってる。まあとりあえず、30連したら1回、10連無料なのでいつも通り、とりあえず今回は40連やります。本当はシングルの方がね得意なんだけどね。さあお願いします。1回目、1期、10連1期は逆に、あ、これ割れるでしょ、さすがに割れるでしょ、頼むよ。バン、よし、 OKOKOK、 ここで引いちゃってもいい。1枚目、お、新規トランク、あ、これ SR なんだ、危ない危ない。2枚目、さあ何が来る。3枚目、ちょっと音上げます。4枚目、5枚目、さあ早く来い、折り返した。6枚目、来た、うわ古っ、これか。7枚目、8枚目、古め。9枚目、次ラスト、はい、2枚抜きはしたもののだいぶ古いのが来たね。まあ、正直どっちもいらないかな。では2回目、20連目です。ピックアップ来い。 OK、 5機は熱い。さあ今回もドッカンテーブルはあるのか。まあ5機なんでね、入ってるんじゃないかな。1枚目、2枚目、3枚目、これびっくりするね、毎回。4回目、4枚目、来た、大猿トーマか。トーマは2枚目かな。5枚目か、6枚目、7枚目、8枚目、9枚目、ラスト、なあ、ああまだあった。昇竜祭とかピックアップ来てほしくない時にピックアップよく出て、こういうドッカンフェス、ピックアップ欲しい時にピックアップ来ないやつ、絶対操作されてるでしょ。じゃあ30連目、うわ1機か。これはどうかな、ちょっと微妙かも。3、10枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、あ、ありありあり。これは初めて一突かな。6枚目かな、これ。7枚目、8枚目、9枚目、ラスト、はい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 。まあピックアップの中ではいいんじゃないかな。まあよく言えば持ってないアルティメットご飯の方がいいかったか。まあでもね、強くなるから OKOK。じゃあラスト、これが無料分で最後です。この後ね、割引はまだ2回ぐらい残してるので、まあ買うかもしれない。1機、今のところこの流れで来てるから、頼む、3までいけ。なあ、1枚目、2枚目、3枚目、あ、びっくりした。4枚目、いやこれびっくりする本当。5枚目、折り返し。6枚目、
爆死 ?7 枚目。大爆死か ?8 枚目。9枚目。うわー、次ラスト。まあ、無料分なんでしょうがないか。ねえ。とりあえず今回の結果は、40連して4枚ならまあ確率通りだけど、まあ、正直全部持ってる。まあ、うち悟空以外は正直いらないね。はい、割引が残りこんな感じなんで、ちょっと多数かな。はい、もう40連やってみるか。はい、というわけで今回はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた、コメントも気軽にしてください。じゃあまた。